ださいはい、早野さん OK、ゴンさん OK、原崎さん OK、加藤さん OK、 宮田さん OK です。さあ、ドライバーの皆さん、準備はよろしいでしょうか。最終ラウンド3、シグナル音に注目。さあ、全車検査と素晴らしいですよね。やっぱりね、まずは駆け抜けて、ね、トップに立つというところはね、腕が均衡するドライバーならあることでしょう。そんな中、パルソニックブルーの稲村選手、竹山選手、小森選手が入ってきた、加藤選手、原崎選手。さあ、これは素晴らしい戦いですね。サイドバイサイド、小森選手を追従する。さあ、ラインナップからず、稲村選手、高山選手、小森選手だ。さあ、そして加藤選手、原崎選手が入ってきた。ちょっとミスがあった模様、そのまま稲村選手が差し込みはクリア。左に行ったのは小森選手に変わった模様、この差 1.9 秒差。さあ、また変わった模様だね。そして高山選手もまた変わったか。ここは負けられない戦いがある。仲間であってもレーサーであるということでしょうか。さあ、そのままブルーのライトラビを勝った稲村選手が本当に素晴らしいアベレージタイムで10秒89秒の中今ベストランが出ました。10秒最後0というところ、大時計の方は1分を経過。さあ、高校選手の2球接触でプレートしている、それを追う高山選手だ。さあ、稲川選手と高山選手の差、その差はね6秒といったところでしょうか。 6.8 秒といったところです。まあ、残り30秒。3番手は小池選手、4番手は竹原選手、5番手は加藤選手です。残り20秒。さあ、残り5秒。稲村選手が放置できたか、このままファイナルアップになっていくか。さあ、このあとからです、レース続行中。加藤選手も、竹山選手も、大井選手も、稲村選手も、安崎選手も、稲村選手、準周2分11秒070でトップ通過でした。最後ね、危なかったですけどもね、守りましたね。お疲れ様でした。